ロナルド・リン・リベストは暗号の研究者。2018年現在は MIT の計算機科学の教授で MIT コンピュータ科学人工知能研究所の所員である。通称はロン・リベスト。アメリカ合衆国選挙支援委員会の技術ガイドライン開発委員会の委員を務めており、ボランタリーボーティングシステムガイドラインズの寄贈を助けたニューヨーク州スケネクタデューで 1969年にイエール大学で数学の学士号を取得し、1974年にスタンフォード大学で計算機科学の PhD を取得。アルゴリズムの教科書として有名なイントロダクションツーアルガース・アムズの著者の一人である。MIT コンピュータ科学人工知能研究所では、計算理論グループに属し、暗号と情報セキュリティグループを創設した。 また、RSA データセキュリティとペパコインを設立した。1978年に、アディシャミア、レオナルド・エーデルマンとともに、公開鍵暗号の一種 RSA 暗号を発明したことで知られる。共通鍵暗号アルゴリズム RC に RC 4、RC4、RC5 の発明者であり、RC6 の共同発明者である。RC とは、リベスト暗号。 リベストサイファーの略あるいはロンのコードロエ S コードの略とされている。リベストは暗号学的ハッシュ関数である MD2、MD4、MD5 の作者でもある。2006年9月25日、リベストは新たな発明セリーバラットボーティングシステムを発表した。これは投票者が誰に投票したかというプライバシーを保護しつつ正しく投票数をカウントできる。 画期的な投票システムである。また、重要な点は、この投票システムが、暗号技術に依存していない点である。民主主義はあまりにも重要だとして、リベストはこれを、パブリックドメインとして掲載した。リベストは、全米技術アカデミーと、全米科学アカデミーのメンバーであり、悪夢、国際暗号学会、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローでもある。二千年、アディシャミア、 レオナルド・エデルマンと共に IEEE、e、工事小林コンピューターズコミュニケーションズアワードとセキュアコンピューティングライフタイムアチーブメントアワードを受賞した。また、2002年にチューリング賞を受賞。同年、ローマラ・サピエンツァ大学から名誉博士号を授与された。ワールドテクノロジーネットワークのフェローでもあり、2002年のワールドテクノロジーアワードフォーコミュニケーションズ テクノロジーの最終選考まで残った。2005年、ミックスライフタイムアチーブメントアワードを受賞。2007年、マルコーニ財団のフェローに選ばれ、2008年5月29日には、カールトンカレッジでチェズリーレクチャーの講演者として講演を行った。ありがとうございます。